はい、皆さんこんにちは、ニカミックスです。サクスペの3周年記念スペシャルガチャの第2弾の方ですね。今回はこちらを引いていきたいと思います。またちょっとねガチャ動画になって申し訳ないですけれども、まだやっぱりね親知らずを抜いたところが痛くてですね、まあ、結構ね治っては来ているんですけれども、まだ完全には、治っていないので、ちょっと、短めのガチャ動画で、お茶を濁していこうと思います。で、まあ、第2弾ということでね、一応第1弾の方もあるんですけれども、ちょっとこっちは引かないです。まあ、デビューキャラとしてね、ユニフォームビビちゃんがいて、まあ、ちょっと見てみると、コントロール上限アップと守備上限アップを持っていて、金徳の方が投手なら怪物球威、野手なら伝説のさよなら男というところに、なってます。まあ、でもちょっとこっちはいいかなと、いうことで、第2弾の方ね、がっつり引いていきたいと思います。で、まあ、確定枠っていうのかな、まあ、それが70連まであって、まずはバナーキャラですね。二刀流ルナちゃんとサンタ、サナちゃん、エプレミちゃん、ツノちゃんとデビューキャラとして真剣ヤギューちゃんというところになってます。で、あれ一押しキャラって多分得意練習とかは書いてないよね。で、真剣ヤギューちゃんは、野手の、まあ、打撃に加えて投手のね球速の得意練習がありますので、まあ、一応両方使えるというところにはなってます。あと精神ボーナスがね、ついていますので、まあ、全力高校の野手で、かなり、活躍をするキャラになってます。で、一応投手なら、金とか金縛りになってますね。で、野手だと洗礼の一撃というところです。で、確定枠、まあ、結構いっぱいあるんですけども、30連40連がバナー SR で、50連が、SR 選択権で、70連になりますと PSR のね、選択権が、ついてきますので、70連まで、引いていきます。で、選択権の方のキャラなんですけれども、まあ、下の方に書いてあるはずなので、そう、厳選100体の中から選んで手に入れることができます。厳選100体ってさ、なんか多くないっていうなんか厳選かっていう、まあ、厳選は厳選なんですけど厳選っていう割にはなんか多いよね。で、まあ、ルナちゃんもいたりですね、まあ、普通のですけども、星空星光くんとか、まあ、結構ね、あの限定キャラとか入ってます、まあ、神楽坂くんもいますし、まあ、サンタ立川とかね、暁守とかもいたりするんで、まあ、100体の中から選んでというところなんですけれども、まあ、何が欲しいかっていうのは、まあ、そうですね、ちょっとガチャの、選択権の画面を見ながら、いきますか。というわけで、まず10連目、ここはバナーの PR が確定してますと、まあ普通の感じですね。まあ、安く引けるっていうのはあります。ここまた最近ね確定枠以外出てないからね。お、エプレミちゃん、よし。エプレミちゃんね、やっぱりね解放したよね。まあ、ツノちゃんも PSR 持ってるんで、どんどん解放進めていきたいんですけど、ヤギューちゃんの R、これは PR か。じゃあ、まあ、こんな感じでしたと。エプレミちゃんの PR が2枚出たのはかなり嬉しいですね。で、サンタ、サナちゃんはちなみにもうプラゴなんですよ。だから、まあ仮に PSR が入ってくれると本当に嬉しい。で、二刀流ルナちゃんも PSR 持ってて、ツノちゃんも PSR もあって、エプレミちゃんも PSR あるんで、まあ、ここはね本当に7回目まで確定枠があるんで、がっつりね解放ができれば、まあ、それはそれで嬉しいですね。で、20連目、ここは SR1 枚確定になってます。一応バナーキャラの出現率はトータルすると 44% ですみたいなのは、まあ、書いてありましたね。二刀流ルナちゃん、サイリさんか。サイリさんもね、やっぱもうちょっと下火になっちゃってるからね、独身術がもう唯一無二じゃなくなっちゃったんで、サイリさんの。そこが、まあもうちょっとサイリさんは使わないかなっていう。完全上位互換のね、はるかちゃんがいるんで、だったらはるかちゃん使うでしょっていう話になっちゃうんですよね。で、ここもエプレミちゃんが PR が手に入ったんで、OK。R も2枚入ってますね。ツノちゃんの R もいましたと。うん、やっぱりピックアップはやっぱり効いてますね。では次、30連。ここはバナーになります。
だから本当に今の自分の手持ちだと割と誰が出てもいい感じかな。よし、つのちゃん。つのちゃんも PSR まだプラゼロだからね、プラ1にもなってない。ここつのちゃんがいっぱいいるな。1,2,3,4人いる。いや、てかルナちゃんも合わせると、うん、本当にかなりピックアップ効いてるね。 44% 超え超えって多分 44.何% なんだろうね。だって 45% あったら 45% って書くでしょ。わざわざ半端なさ 44% って書いてあったから 44.何% なんだろうね。二刀流ルナちゃん、まあ、仮にちょっとヤギウちゃん手に入んなかったとしても、まあ、借りていけばいいかな。ここはなんだろうね、ちょっとピックアップキャラはでも 1,2,3、 うん、まあそんなもんか。まあ毎回毎回ね、そりゃいいのが出るかって言われたらそういうわけないんで。あれ次何、5回目。でここは通常の SR が1枚確定してって、選択権の SR ですね、これが手に入りますと。おまけで、おまけで SR の選択権が来て SR が確定してるっていうのはなんか割といいよね。これは普通のしどれみちゃんか。まあまあまあ別に悪くはない。おいいね、エプレミちゃん結構いるってか、めちゃくちゃいるんだけどエプレミちゃんってか 1,2,3,4,5 プラスしどれみちゃんみたいな。いや愛されてるな、ありがとうございます。 SR 選択権で、次は6回目になりますので、ここは、バナー SR ですね。お、虹キラーンはない。1枚。結局さ今のところ、あ、来た来た来た、確定枠以外のものって1個しか来てないよね。まあ、3パーとかだからね、今回倍にはなってないはずなんで。 PR のつのちゃんってか、いやすげえ本当に効いてるねピックアップが。何回も言うけど、あ、ヤギュちゃんあれ見ときゃよかったね、テーブルあたりを。まあいいや、じゃあ7回目いきます。ここは、SR の、バナーではないのか、通常の SR1 枚確定で PSR の選択権がついてきますと。もうガン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 引いてるけどね、うん、7回引いてさ1個か、しかも最後カリンちゃんか。カリンちゃん全然使わないな。というような、感じでしたと。で PSR 選択権をゲットしたので、あれこれってさ開いてないけどさ使おうとすると使えるのかなそうそう、このさ2017とか2016とか全然使ってないんだよね。そういえば2016って、あ、そっか、じゃあ1個開けとくか。ちょっと誰でもいいんで、あのボックスにとりあえず預けます。そう、覚醒もね実装されたんで、そこも踏まえてちょっと PSR を選んでいきたいんですけど、エプレミちゃんは PSR プラ2ですね今。でちょっとまあ動画の尺つなぎも合わせて、2017出現イベキャラ、まあ、2017はねまあまあまあですよね、それなりのキャラは、まあ、いたりするんで、まあ、もちろん全員当たりってわけではないんですけども、まあ、2017はまあいいとして、2016ですよね、こうなんかいるみたいな、これ欲しいなーっていうキャラがね誰だろうね。まあ別に今回引かないですけど、まあ、サイガとかはね解放用に欲しいっていうくらい、こうやってまあ立川もそうか、解放用、サンタの解放用にまあ使えるしっていう、基本なんかそういう感じのキャラだよねみんな。ここまでかなんかまあ微妙ではある。2016年でじゃあこのキャラで頑張ってたのか、今思うと大変だねというのと、
じゃあ、どこ行った？あ、そうか。プレゼントボックスが多分。ちょっと剣だけ引っ張り出してきます。これと、一応 SR の方の選択剣も引っ張ってきます。キャラはね、同じなんで。でですね、今自分の手持ちから、ちょっとまずは、何を取ろうかなというのをお話しさせていただきますと、まあこんな感じですね。まあさあさあさあと見ていきますと、まあ、100体なんでかなり数はいますよね。数はいると。これちなみにテーブル見れるのかな？あ、見れないか。見れないね。で、今のところ俺が欲しいなと思ってるのは、一応2個っていうか2体に絞ってるんですけど、まずはサンタ立川。サンタチちゃんは PSR、持ってないんで、ちょっとやっぱり母体として欲しいというのは一つあるんですけど、ただもう一枚ですね、欲しいのがやっぱ先駆けなんですよね。覚醒が実装された今、先駆けくんもいつかは覚醒するはずなんで、アプリの方では、覚醒がね、実装されているんで、先駆けくんはですね、覚醒すると本当に強いんですよ。で、PSR の母体を持ってないんで、ちょっとね、先駆けくん欲しいなというのが今一つあります。もうさっきのサンタチか先駆けかって言ったら、今のところはね、先駆けの方が欲しい。で、先駆けくんは、一応ちょっと PSR 持ってないんで、そのレベル50のテーブル自体は見れないんですけど、解説というか、まあなんで欲しいのかみたいなのを言いますと、先駆けどこ SR は持ってるんで、そう、まず得意練習は、走力と守備になります。でテーブルの方が、まあ、まず敏捷ボーナスが、8あります。でタックは 60% で45になりますと試合経験点ボーナスが 10% つきます。で、まあ、2種類練習あってタッグが60あって敏捷ボーナス8あるあって試合経験点ボーナス10あれば、まあ、この状態でも、まあ、すげえ強いかって言われるとあれですけども、まあまあまあそれなりにいいキャラではあると思うんですね。でここに、まずレベルが50になるとタッグが、ね、70になります。タッグが70になって、でそこから、いわゆる覚醒ボーナスは、まあ、最高でタックが、ね、20% までついて、でもう一つが、ね、精神ボーナスが、ね、10につくんですよ。やっぱりこれがでかくて、まあ、敏捷ボーナス8にタックがだってフル覚醒もしすると、まあ、フル覚醒プラス50になるとタックが 90% でしょ。でさらに精神ボーナス12っていう、形に加えて試合経験点ボーナス 10% というところになるので、先駆けくんはね、まあ、俺の中では本当にかなり欲しいキャラですね、 PSR として。で覚醒も実装されたので、まあ、いつかは覚醒キャラになるでしょうというのが見えてるんで、ちょっと母体をね確保したいというのがあります。でちなみにコツは、まあ、対左走塁本塁生還と内野安打と、対左が珍しいのと、まあ、本塁生還も結構珍しいですね。で金徳が一番槍で、まあ骸骨をねちょっと、確保するのが難しいんですけれども、エプレミちゃんと併用することで一応打開のコツが1で手に入るというのは、あります。まあ、うまくいけばね、金徳の取得時に、打開のコツも一緒に手に入るんですけれども、まあ、ちょっとそれなりに敏捷ポイントを使うっていうところが、大変なところかな。あとね、確か一番槍はねコツ1でしか手に入らなかったと思います。そこもちょっと辛いところはあるんですけれども、先駆けくんは、まあ、俺の中で覚醒キャラとして覚醒させれば相当強いキャラだと思ってるんで、てかアプリの方ではね、あの PSR で覚醒、今アプリは全然やってないんですけど、覚醒させて使ってました。40なんですけどアプリの方は、まあ、それでもねやっぱり強かったですね。というわけで今、ちょっと欲しいキャラは先駆けくんになります。一応あの有効期限ないんで、一応まだ取っときます。もうラストエリクサー症候群なんで俺マジで、ここら辺すげえ残ってるんで、なかなか使わない人ですね。というわけで、まあちょっとここを見つつ、じゃあ今回の動画を終了していきますか。終了するっていうか、もうちょっとだけ見る。まあ暁守くんも強いは強いですよね。まあおすすめキャラとして、あとサンタチも、まあ、強いです。であとはね、そうユニフォーム木村ちゃんも実は覚醒キャラ
の候補として上がってるんですけれども、ユニフォーム木村ちゃんもね、イベント経験点ボーナスがちょっと待って、またコントローラーがバグってるけどあの覚醒させてイベント経験点ボーナスを上げると相当経験点をね稼げるキャラになります。まあ、ただイベント数がちょっと重いっていう欠点はあるんですけれども、彼女キャラとしては。で、まあまとももね結構出番はあるでしょ。で、野球マン1号も、まあ、変化球を稼ぐっていう意味では、まあ、最近出番はないですけど、まあ、それなりです。あとどうだろうね。で、先駆けくんが来て、こっか、まあ、キノコもあえて取るかって言われたらちょっとそこまでのキャラではないですよね。まあ、通常ルナちゃんもうちょっと最近ね出番が少なくはなってます。変幻自在がねどうしてもライバルが多いんで、まあ、かといって走者釘付け取ろうとすると厳しいからね。とあとは振袖みやびちゃんはいないのか。まあ、神楽坂くんもね末永く使っていけるキャラなんで、まあ、全力高校でやっぱり相当相性がいいですね。あとそうですね、普通の立川いるけど、普通の立川取るんだったら3立ち取るでしょ。こうやって、まあ虹谷はね、まあ、常設キャラっていうのはありますけども、虹谷もやっぱり強いと。そんなものかな。そうですね、まあ、一応自分の中のおすすめでは、今のような人たちになります。で、今一番欲しいのは PSR の先駆けくんということになります。まあそんな感じで、まあ、3周年記念のね第1弾ガチャが、まあ、やっぱり微妙だなみたいなのはあったんで、まあ、第2弾でちょっと盛り返した感じですかね。まあ、ここからゴールデンウィークに、突入するんで、ここから先は多分更新はないと思います。まあそんなわけで今回はこれで終了したいと思います。まあ今3周年記念でね、強化祭りもやってますので、ちょっとね口の方がやっぱり結構喋るともう疲れちゃうんで、治ったら、各高校ね、あの強化の方のサクセスもやっていきたいと思いますので、まあ、よければその際も見に来てください。じゃあこれで今日は終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。